質な菊芋で作るガーリックポテトです。切って焼いたら出来上がり。菊芋はたわしでしっかりと洗って乱切りにします。オリーブオイルと塩を加え、よく絡めておきましょう。あればローズマリーも加えます。20センチのグラタン皿2つにオイルを塗って菊芋を分け入れます。ニンニクのスライスを散らし、オーブンで焼きましょう。230度で35分、途中10分焼いたらオイルを少しかけてあげると表面こんがり仕上がります。トースターの場合は1300ワットで35分ほどこんがり焼けたら出来上がりです。